皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。ビーレジェンド上野です。僕らね、2人これからコンテストシーズンじゃないですか。今年そうですもん、染田さん出るんですもんね。そう、出ると表明してしまったんで。あ、じゃあ最後に染田さん今年は大会出るんですか。え、ちょっとね、まあ、今の聞いてるとすごく出たいなっていうふうには思うんですけどね。大会出ます。お、出るんですね。行っちゃいましたね。はい、何の大会出るんでしたっけ、そういや。兵庫県のフィジークの大会ですよ。何月ですか。7月でしたかね。ああ、そうか、はい、なるほど。皆さんもう減量入ったんですかね。ちょうどこの撮影をしてるのが2月の2週目で、はい、なんですけど、2月の1日から始めました。どうですか、今もう少しずつ体重とかは。最初ってでもそんなにこう体感はないですけど、ゆるゆる落ちてるから。あ、思いますか、うん、って感じですね。減量していく上で、うん、上野さんって、はい、有酸素、はい、有酸素運動が必要だと思います？と、必要かどうかで言うと、はい、全員が必要だとは思わないです。ただやっぱりこうやらざるを得ないような人も出てきて仕方がないかなと思ってます。はいはいはい。まあ、できれば本当はやりたくない、はい、あ、やっぱそうなんですね。どうしてもまあ、有酸素運動をすることで筋肉が落ちてしまうリスクはおのずと高まるのかなというところがやっぱり見解としてはありますね。はいはい、なるほど。僕はもう今回考えてるんですけど、もう本当にあのカロリーのコントロールでできれば有酸素せずにしっかり絞り切りたいなっていうふうに思ってるんですけど、難しいんですかね、どうなんですかね。これもやっぱり体質かなっていうところもありますし、はいはい、まあこれも人それぞれなんですけど、はい、一番良くないのは減量スタートで例えば有酸素運動をするとか、はい、そのカロリーを切り詰めるとか、はい、糖質をコントロールするとか、はい、脂質をまあコントロールするとか、はい、そういったところって、まあ、よくそのカードゲームみたいな、はい、あの例え方をするんですけど、はい、一枚一枚こうカードを切りなさいと。なるほど。そういう言い方をよくしますよね。やっぱやっちゃいけないのはもう初っ端でもカード全部切っちゃうと、後からもう使えるカードがなくなる。なるほど。気にやるとどれが効果があったのかってわからないじゃないですか、はいはい、結局カロリーをセーブしたから落ちたのか、はい、有酸素運動が効いてるのかっていうのがわからないから、はい、次の年の蓄積にならない。なるほど。だから一つ一つどういう反応になるのかなっていうのを見ていくっていうのは特に最初のうちは大事なのかなと思います。なるほど、めっちゃ分かりやすいですね。ちなみになんですけど、はい、このカードの切っていく順番っていうのは上野さんあるんですか。これも人それぞれかなと思います。あ、はい、ただ、私の場合は有酸素運動が好きじゃない、はい、で筋肉が落ちちゃうのかなっていうことを勝手に思ってるので、はい、なるべく後ろの方に取っておきたいな。なるほど。割とその最終手段にしたいかなというところではあります。ただまあ今まで私は減量はあんま上手じゃないので、はい、割と早い段階で焦って切っちゃってたあるので、はい、まあ、今年2月に入って私がやってることで言うと、はい、まずその単純にその食事を正したっていうところからスタートして、はい、例えばお菓子を食べなくなったりお酒を控えたりっていうとこからスタートなんですけど、はい、それで今ゆるゆる落ちてるの で、はい、でそこで今の、まあ、決められた摂取カロリー決められた食べ物、まあ、続けてみて落ちなくなってから、まあ、次のカード切ろうかなっていうところですね。なるほど。ちなみにその次の切るのは何なんですか。次はもうちょっとだけカロリーを抑えます。あ、どこで削るんですか。結構糖質炭水化物を今たくさん取って出て、はい、今1日で3,300-4,000キロカロリー分くらい取ってますよ、はい、それで今落ちてってるの で、はい、でそこからまあ300-500キロカロリーくらいをちょっと削ってみてどうかな。なるほど。まずじゃあ糖質をちょっと削るっていう感じなんですね。そうですね、まあ最初の段階、あの減量入る段階で脂質、はい、余計な脂質は取らないようには、はい、してるので、まあ最初はやっぱ脂質のコントロールだと思います、はい、まあその揚げ物控えるとかそういうところですよね、はい。今もうお昼とかむっちゃなんかクリーンなん食べてありますもんね。なんかね、魚が好きなんですよ私、はい、なので今は昼ご飯はずっと鮭とほうれん草と、まあ、白米を食べてるんですけど。夜もそんな感じなんですか。夜はね、はい、こう寝る前にある程度固形物を取るのが、はい、調子が良くないというか、はい、体重が乗りやすいなという感覚があるので、はい、トレーニングをしてもう家帰ったらもうほとんど寝るだけなので、トレーニング後にプロテインとマルトデキストリンを飲んで、それが一応晩ご飯に今なってます。マジですか、はい、どこで3400キロカロリーも取ってんですか。まあ
私の場合間食でプロテインとオートミールをこうポリポリ食べたりとか、で割とその朝ごはんと昼ごはんはご飯1合分くらい食べてるので、それで糖質100ちょい100ちょい取れてて、あとはトレーニング前にもカーボとして100ぐらいあの入れてますし、でトレーニング後も結構今の段階だとマルトデキストリンを 80g くらいそれくらい取っているので、今回あんまり食べる量を減らしたくないなと思ってて、次の段階で摂取カロリーをちょっとまあ300から500キロカロリー分抑えて、でそれでまたこう落ちていくと思うんですね。で落ちたタイミングで次何しようかと思ってるのは、またカロリー戻してそこで有酸素入れてみようかなと思ってて、そう食べて動いてみてしてみようかなと思ってます。それはどういう意図でやるんですか？やっぱりたくさん糖質入れてトレーニングの強度を落としたくないっていうのは一つ。やっぱり結局カロリー切り詰めすぎると何が良くないかって、トレーニングで粘れないというか、パワーが出ない、そうっていうところがあるので、それは避けたいなというところの思いがありますね。ソメラさんはどういうプランで？まず1日に摂るカロリーをもう決めてしまって、それのカロリーでこうどれぐらい体が絞っていくのかって見て、で落ちなくなったなってなったら、もうちょっとカロリーを落としてみようかとかいろいろ考えたりして、なんかもう絞りが間に合ってないなとかなった時に最終手段として切るカードなんかなと僕は思ってて、正直今回初めての減量なんでどううまくいくかってか全然分かってないんですけど、できるだけ僕は有酸素をしたくないなっていうふうには思ってます。逆にこう有酸素しなきゃなんないってなった時に何からします？僕多分ウォーキングですね。多分朝とかなんかよくはそうマシンでなんて言うんだけど、トレッドミル、トレッドミル、まず簡単なウォーキングかな。そうですね、まあ、有酸素もやるとしたら何するのっていうところもあると思いますし、その有酸素運動っていうカードの中でも多分強度の低いものにするのか、強度の高いあえてものにするのかっていうようなカードの切り方もあるだろうし、去年は全然好きじゃないんですけど、やらざるを得なかったんでいろんな有酸素運動やってたんです。あ、そうなんですか。まあ、朝出勤するとき腹ペコの状態で一駅、歩いてみたりとか、そういうことを、最初の段階でやったりとか、逆にそのトレーニングを、オフの日に帰りに一駅歩いて帰るとか、あとはもうどんどん飽きてくるんで、自転車でこう休日うろうろしてみたりとか、プールに行って水泳をしてみたりとか、で最後の方は、よく言うヒートっていうんですかね、高強度インターバルトレーニング、タバタプロトコルとかっていう20秒ワーク10秒レストみたいなのを入れてみたり、それをジムのクロストレーナーでやったりスピンバイクでやったり、そういうこともしましたね。その辺は結構体重は落ちましたね、最後そのヒートをやった時は。ただ体ちょっとしぼんだかなっていうところもあるので、そこはやり方次第かなとは思いますね。できればじゃあ上野さんもあまり有酸素は今年はしたくないですね。なんかそれで言うなら、やっぱりその有酸素運動してる時間だけでも回復に当てたいなっていうところもあるし、